どうして。これで分かってくれたかな。なぜ。あなたなら完全とは言わなくても防げたはず。これでもう心配ないでしょう。このことをあなたに任せるから。あなたはまさか。あなたもコウのために命かけたことがあるでしょう。私もかけなきゃダメ。コウのことお願い。絶対に幸せにしてね。私を説得するために命を懸けたというのですか。孝太郎さんの幸せのために。違う。あなたも幸せにならなきゃ。こうだけじゃダメ。あなたも幸せに。私はあなたみたいに考えてなかった。自分の絶望にただ囚われて。あなたを助けることできて。月子さん。月子。月子、しっかりしろ。もう大丈夫だからな。孝太郎さん。よくも月子。許さねえぞ。メイちゃんはサヨタンが作り変えられたって言ってた。それは月子やサヨタンをこんな風にした黒幕の悪党がいるってことだ。今ならサヨタンを操っているお前のことが。サヨタンを返せ。月子をこんな目に遭わせた落とし前をつけさせてやる。サヨタン、待ってろ。今そいつから助けてやるからな。孝太郎さん。サヨタン、それは。孝太郎さん、あなたは間違っています。私は
操られてなどいません。どういうことだ、サヨタン。あなたが私を操っていると思ったのは、私の暗黒面、力を手に入れ自我を持つほどになった。私の半身、あなたを愛しく思う心が、恋に身を焦がす欲望が生んだあってはならない私。光太郎さん、私はもうこの心を消すことはできない。あなたが消してください。なんだって、サヨタン。あなたに魔導兵器の究極の姿の一つをお見せしましょう。その頭は西洋門、安定門、徳勝門は両足よりなり、天安門は首。サヨタン！ちくしょう！どけどけ！そしてその五臓の位置に至近所、かくて蓮より生まれし者、城とならん。光太郎さん、さようなら。さよたん。こら、こう。月子？月子、大丈夫だったのか？こうの育児なし。え？なーにぼさーっとしてるの？早く追いかけなきゃダメでしょ。待て、月子。だいたいいつから起きてたんだ。起きたのはついさっき、さよさんが城を生み出した時よ。ものすごい魔力が流れ込んで、それでね。それよりこう、早くさよさんを追いかけるのよ。月子、多分さよさんは死ぬ気よ。それもあなたに殺されることを望んでいる。そんなことになってもいいの？月子、でも俺どうしたら。こう、こうがどうしてそんなに悩んでるか分かってる。いつものこうなら私が言わなくても飛び出してる。でもそれができないのは新兄のことでしょ。サヨさんを新人みたいに失いたくないんでしょ。ああ、そうだ。もう兄貴のことは納得してる。やっと理解できたんだ。兄貴は俺を守ってくれたんだって。でも、もしもみんなが同じように俺を守って死んじまったら、それが怖いんだ。このままじゃサヨさんもそうなるわ。さっきも言ったでしょ、サヨさんは絶望に苛まれて
もう死ぬことだけが望みになりつつある。こう、あなたに殺されることだけが。そしてあなたの心に残るだけが彼女の最後の願い。こうのことが好きだから。好きか。でも俺はどうしたらいいのかわからない。忘れてるんだから当然よ。こう、こうは忘れてるわ。自分が今までどうしてきたか。こうはバカだから悩まないし、立ち止まったりもしない。だから今まで全部吹き飛ばしてこれたの。こうはそのままでいいの。こうはバカでもいいの。そんな純粋なバカがみんな大好きなんだから。月子、さあこう、私はカガチがいるから心配ないわ。早く行って。それでサヨさんを連れて帰ってくるのよ。そうだな、月子の言う通りだな。バカが悩むからダメなんだ。俺はバカでいいんだ。ありがとう月子。カガチ、月子のこと頼むぜ。じゃあ行ってくる。頑張って。さよさんと一緒に帰ってくるの待ってるからね。また新しい挑戦者ね。あ、あなたはこの間の大会で会った以前の私じゃないわよ。言うならば私はゆかりマーク2 今度は負けませんよ。そこをどけ、アクト。お前とゲームなんかやってる暇はねえ。大会に出場してゲームやってる暇はないっていうのはなかなか面白い冗談ですね。でも私も気合い入ってますから。そうかよ、なら相手をしてやる。サヨタンのところまで行かせてもらうぜ。包丁を持ったクリーチャー敵から外しちゃったんですね。それで勝てるかどうかお手並み拝見です。アンタップ、アップキープ、フェイズスタート。
れくらいでいい気にならないの。行け、カードたち。戦いはこれからよ。切り札はこれよ。来てしまいましたか、孝太郎さん。ああ、来たぜ。あんたを連れ帰りにな。ようやく元気になったのですね。声に張りがある。いつものあなたです。ああ、こうなってようやくだ。俺がうだうだぐだぐだ言ってても誰も喜ばねえ。それどころか不幸にするだけだってようやくわかった。俺はあんたを連れて帰る。ありがとうございます、孝太郎さん。月子さんも。あなたを元に戻せたのは結局私ではなくあの人だった。よかった、最後にあなたの顔を見ることができて。もう思い残すことはない。サヨタン、私はもう限界なんです。陰の力を増幅する漆黒の宝石、私はその力で生きながらえた。でももう終わりです。この石にある怨念の力は周囲の闇を取り込んで増大していく。私の制御すらも超えて。孝太郎さん、私の願いは叶いました。だからあとは私を殺してください。諦めるな。大体最後の願いってなんだよ。あなたの姿をもう一度見ること、それだけです。そしてそれは今叶いました。だからいいんです。いいことなんかあるかよ。勝手なこと言うなよ、このバカ巫女。